どうも皆さんこんにちは。今回は集合体恐怖症の人が死ぬ部屋からの脱出。はい、ということで今回は僕の一番好きな色の緑の部屋からの脱出ということで、まあ一応ね、なんかこの脱出マップ自体が続編らしくて、他に白とか赤かなとかなんか他の色もあったんですけどね、まあ浮気は良くないんでね、これだけ緑の部屋だけやります。ということで早速もうなんかこのボタンだらけの部屋にね飛ばされたんでやっていきます。ってことでこれはどうすればいいんだろう。これなんか正解のボタンがあるのかな。普通にあとなんか書いてあるね、31、なんか意味があるかは分かんないけど、あ、31回、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、え、こっちが開くんかい。で、ここはこれは粉雪？雪のブロックってさ、え、これ通り抜けられるの？あ、待って、ここなんか違くない？おいー、やっぱね。あ、はいはいはい、これ上がこのね、道順ね、この羊毛のとこが、迷路ですね、透明な。こっち行って下って、はい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 、もうほぼこっち側、ほぼこっち側だね。これで下って、で横行って。横行って、ここここ下って、こう行って、はい、完璧ね。ここはまずチェストん、ボックス、特になんか入ってるわけじゃない。あとなんか隠しエンチャ台みたいなやつがあるわ。でここがルーム34。はいはいはい、え一応なんか隙間あるらしいからって言っても別に隙間作るとこなくない？これあとなんか隠しエンチャ台みたいなやつがあるわ。あ、この本棚に木のボタンがついてるとかないですか？ないね。あ、もしかしてこっち、こっちじゃね？あ、ちょっと、あ、これちょっとむずいな。ほら、ここじゃん、ルーム34。オッケーオッケーオッケー、これね、これ普通に入れればいいのか。何も入ってないのバグかと思ったわ最初。ん？何これ？あ、これもしかして。あ、だよね、そうだよね。35だよね。オッケーオッケー、35にしろってことか。だから。オッケーオッケーオッケー、よし。で次36が、あ、またシュルカボックスだね。名札、なんかの名前をつけろってことか。あ、これ7、ええ、なんか経験値の数がさ、え、これ関係ある？経験値の数めっちゃ変わったんだけど、これを入れろってこと？でも今なんか72、え、何？あ、180ってこと？入れるの。どうすか。おいー、着眼点がね、探偵だわ。うわ、で、37が、オーク、頭皮、白樺、ジャングル、アカシア、マングローブ。で、上が、どういうこと？これ普通に、もう土のとこに売ればいいってだけ？これ、あ、違う、あー、そういうこと。 OK、 理解理解。パズルだ、パズル。これが、例えばこれが多分ここだよね、ここのこの「と」だよね、とのカタカナの「と」の逆バージョンみたいな的な話でしょ。ちょっと一回葉っぱ見るか。これ何？え、これがまず頭皮でしょ、これ。でここが、え、これジャングルだよね。白樺あれか。いや、白樺のね、葉っぱはね、やっぱ建築とかでね、使えますから、いっぱい。で、これ、マングローブでしょ？これマングローブ。4つ目。どっちが多くなんだろう。アカシアが一番見ないから分かんないよね。まあなんかちょっと特殊な方をアカシアに。まあこの右上アカシアじゃないわ。右上オークでいくわ。多分ここでしょ？白樺ここか。
ここが頭皮、マングローブで、これが、アカシアで、これが、ジャングルと。オッケー、合ってた。これがアカシアなんだ。で、あれがオークか。へえー。で、次38。あ、これ何？え？こう後ろのやつ関係ある？もしかして。え、なんでこれは動かせないの？もともと向き決まってるやつ向き変えれない。あ、なんかもう扉の方向に向けろ的な話？へい。さすがにしょ？あ、中心？中心か？もしかして。え、でもこれさ、こう来て、こう、あ、看板の向きをつなげろってことも。あ、アカシアの方刺してんのか、これもしかして。一時停止推奨。これは。え、じゃあこれ何これ？これマングローブこれ。あ、マングローブのとこ刺してるかも。これジャングル？これジャングルっぽいね。これジャングルだから。あ、これ横で合ってんじゃない？これジャングルだもんね。で、これ白樺でしょ？白樺は、あれだから、ここら辺かな？で、これが、頭皮？は上か。で、これラストオークか。これが、どこだ？あれだっけ？はい。お、来たー！めっちゃこれ一番時間かかりました、これ。で、次、39個目が。あ、これはもうシンプルに当てるだけかな。はい。あ、そういうこと。さ、1回で3本当てろと。やべ、どこが今出たやつ？これ合ってる場所。あ、OK。まあまあ、これはね、シンプルですね。40。これラストかな？これが、なんだ？白と、白い四角と、水色のレバーと、これ何？赤紫っぽいやつと、オレンジ。あ、緑を作れってことか。そうじゃない？ほらー。あ、青と黄色だっけ？緑作るのって本来は。まあ、多分そんな意味、そんな感じだよね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。いやね、マイクラさ、なんかどっかのアップデートでさ、葉っぱとかいろいろ変わったじゃん？テクスチャっていうか、外見っていうか、見た目がね。だからさ、え、どうですか？思いませんか？なんか難しくない？葉っぱの見分け方。いや、昔はね、ちゃんと覚えてたんですけどね。難しいと思った方、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。